はい、じゃあ前回から続いてやっていきましょうか。で、前回ダークエルフの王様を倒したところですよね。で、エルフの王様を生き返らしたんで、神秘の鍵ですよね、あれをゲットしたんで、今から開けれなかった場所をね、探索していこうかなと思っております。それじゃあもう早速ダイジェストで行きましょうか。道すがらね、ダラダラやってもしょうがないんで、まあ結構強くなっては来てるんでね、まあさっさと行きましょうか。はいはい、じゃあまずはクラウンを取った場所です。お、なんだお前、お前戦わないといけないの？え、モンスターいるんだ。そう、あ、なんだこれ、強いのか。クラウンを取った洞窟にやってきて、アイテムを回収して回ろうかと思ったら、何やらこれはボスなのか、なんだら効くのかな。強いんでしょうか、弱いんでしょうか、わからないけれど、まあ、そんなに強くはないよ。あ、でも毒持ってんだろうな、これ。毒になるんじゃない？まあ、毒ぐらいだったらいいんだけど。効く？効くんだったら、ああ、まあ弱いね。銀の腕は、これはいいんじゃない？どうしよう、ケチャップにつける？おお、上がったんじゃない？だいぶ。どれぐらい上がったのか。うわ、めっちゃ上がるじゃん。これはいいね。あ、ちょっと待って。それだったらさ、これの方がいいんじゃない？ねえ。銀の、これはな、この人は誰？仲間じゃないよね。あ、お前かよ。いらねえよ、お前は、マジで。あ、まあ弱いね。うん、さすがに強くなりましたね。ただ打たれ弱いっていうね、弱点があるんで、気をつけていかないと大変なことになってしまうんで、まあここら辺はもう逃げましょう。ボス以外は逃げようね。で、頃合いを見計らって適正な場所でレベルを上げると。ああ、これ全部出てくるんだ、これ。マジで大変だな。まあでも殴れば勝てるよね。イカならまあ問題ないと。あ、これやばい、これ、あ、死ぬ、危ない危ない、死ぬ、やめろやめろやめろ、うわ、強いよこれ。あ、これ強いんだこいつ。ちょっと待って、あ、しまった、オートにしてた。あ、死んだんじゃない。ああ、オート解除したつもりが死んでた。まあいいや、これですよ。舐めるとこの被害、う、歌、毒消しで死んだよお前。やってしまいましたね。やっぱ強いよな。オッケー。被害は最小限に進まないといけないんですが、全と多難だねこれ。これもしかしてさ、全部の宝箱にいるんじゃないの？他の、あそこさ、ダークエルフの王様がいたところにも、あったよね、確か。あ、これは違うのか。そうか、ここは違うんだ。ここは違うんだね。じゃ、一番右側のところに、行ったら終わりかな？ここは。そうだね。え、違うのかな？あそこ行ったんだっけ？ここだよね。え？どこだっけ？違うわ。クラウンは上の方で取ったんだっけ？下何もないとかあるんだね。
いやー、ちょっと待って、ここにあるね。これもいるんだろうな。いなくていいのにな。イカがいるんだろうな。はい、はい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 。これ魔法でもうやらないとダメだ。はい。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと。先手取られたらやばいな。あ、これ効かないんだ。魔法効く効かないあるんだね。それは知りませんでした。こいつ思いっきり物理系だよね。杖で殴ってんのかな。お金かよお前。じゃあ次はダークエルフがいたところに行きましょうか。はい、じゃあダークエルフのね、王様がいたところにやってまいりました。で、どこだっけ？ああ、この、どうやって行くんだこれ。回り込むんだっけ？いやー、これ、ダンジョン、サクッと脱出できる何かないのかな？この時代はまだないのかな？会ってくれると助かるんですけどね。大変だよね。お、あった！いるのかい？何がいるの？うわ、レイスがいるんだ。これでも魔法でドスンとやった方がいいな。ファイラ効くのかな？あ、違う。これあれじゃん。これこそこれじゃないの？これ。これ死んでるよね。これ効くのかな？ちょっと見てみるか。ワンパンでやれるんでしょうか。あ、痺れるんだ。とんでもねえな。これは戦闘中ずっと動けないのかな。アディア、綺麗。すんげえ綺麗。強っ。これ買ってよかったな。いざって時に頼りに、フォールチョン。チョン。フォールチョンって、なんだろう。全然、装備なのかな？装備じゃないのかな？あ、これは同じか。あ、これシーフ用だ、これ多分。そうでしょ。あ、おー、これはいいんじゃないか。ちょっとは強くなったんじゃないですかね。あ、これダガーってさ、二刀流、あ、できないんだ。できないんだ。いいね。強くなったよ、シーフ。これ絶対いるんだな。おお、マミーとかいるんだ。これもまあ、アディアでやってしまいましょう。何も気づかずにやってたけど、武器とかも一応見た目変わっているんだよね。おお、力の杖。これはいいんじゃないか。誰よ。まあ、いらないかな。いらな。あ、でもこれ。攻撃力上がるんなら、まあこれでいいんじゃない？さて、最後は何が？あ、マミーなんだ。あ、違う違う、危ない。やられる前にやっとかないと、ひどい目に遭うんでね。ポールちゃん、かっこいいね。ちょっと、曲がっている感じだから、極東なのかな？寝るんだ。危ないな、マジで。このゲームさ、状態異常やばいよね。何気に。コテはどれがいいんだ？ 35。回避率が下がるんだ。お前は？装備できねえ。まあまあいいでしょう。というわけで、ここはこれで終わったんで、次はそうですね。どこだろう。どこだっけ、覚えてないな。コーネリアの城にはあるよね。で、あとそうだ、あれだ。あの、セーラを、さらって逃げた人。
誰だっけ、まあなんか誰か忘れたけど、あの人がいたところの遺跡みたいなところにもあったよね。だからあそこ行きましょうか。はい、じゃあコーンエリアにやっと着いたんでね。大変だね、何気に。ここもモンスターいるのかな。さすがに城の中はいないのかな。エルフの城はいなかったよね。いたかな、覚えてないな。外はいるんだろうね、多分ね。はい、お邪魔します。おお、コテージ、サーベル、ミスリルナイフ、いいんでしょうね、おそらく。鎧、テント、あ、何？ん？ニトロの火薬。これは一体何？あー、ストーリーの何か関係なんだろうな、この音楽鳴ったってことは。今何をゲットしたっけ？覚えてない。覚えてませんが、ナイフだけ？鉄の鎧って俺持ってるよね。あれ？なんか大して強くはなんなかった。なんとかナイフってこれ。あ、これ黒用かな？ダガー持ってたよね。あー、命中率上がるんだ。あ、じゃあこっちでいいんじゃない？他は？なんかある？なんかないの？何もないの？お前。え？何もないの？え？ん？売るアイテムが手に入っただけかな。まあまあ、あれだね。火薬ゲットしたっていう、ここはイベント用だな。というわけで、あとは、遺跡ですね。そこ行きましょう。遺跡ってどこだっけ？ああ、この上だ。これだ、これ。カオス神殿。ここだよね。ほら、宝箱13とか。え？何13って。そんなにあんの？あそこ。違うのか。これ全部に対してか。え、どういうこと？今の表示。今の表示何？あ、違うわ。この神殿、宝箱10もあるんだ。そんなにあんの？あそこ。行きましょう。で、ですね、左の方はゲットしたと思うんですよね。あと10個もあんの？これ。本当に？ 10 個もないよね。あんのかな？あ、ここも早く歩けるんだ。まあ、ここら辺ももう雑魚でしょう、おそらく。最初の頃ね、1個しかないの？ルーンブレード。これはかっこいいよ。これはかっこいいんじゃない？おー、これですよ。お前は？あ、あー、どうかな。24でしょ？あ、じゃあこっちにした方がいいか。こっちにした方がいいね。全体どっちも強くなった方がいいよな。バランス取った方がいいでしょう。ルーンブレードかっこよさそうだよね。見てみようか。見れないな。チロがハンマー持つのいいよね。はい、ルーンブレード見せてくれ。ルーンブレード、ルーンブレードだって。チーフ、お前何やってんだよ。ウェアバスター、かっこいい。これもあれでしょ。おお、これですね。シーフは？あ、ダメなんだ。シーフはダメなんだ。ウェアバスター。見てみましょうか。これで他に行くところありましたっけ？多分ないと思うんだけどな。うわ、お前いたな、そういや。防御。お！ウェアバスター、かっこいいね。今、金色だった？茶色だった？一瞬しか見えないからな。もう一回見せて。どれ？どんな感じ？あ、茶色だな。銅の剣みたいだな。微妙か？ルーンブレードもっとかっこいいのかと思ったけど、意外とシュッとしてんね。ノーマルだね。戦士が持てるのは結構デカめなのか。
チーフは結構細身のね、おしゃれな剣を持てるんでしょうか。っていうかシーフってダガーとかだよね、イメージ的には。まあまあいいか。というわけでマップを見てみましょう。でね、この今いるところのちょっと下のあたりの内海の方に港があったんだよね。ぐるーっと回ってたら、そこ行ってみましょうか。話の流れでは町の情報、町の人の情報で残ってるのってドワーフがいるとかいないとか、そういう話しか今のところはないんでね、そこにいると思うんだよね多分ね。いなかったらまた考えましょう。ん、なかなか装備も整って強くなったと思いきや、次の場所に行ったらコテンパンにやられるんだろうな。まあ、昔のゲームっていうか今もそうだけど、基本的にはそうだよね。まあそうじゃないと育てる楽しみがなくなるもんな。ドラクエもそんな感じだった記憶があるけど、もう覚えてないな。これ終わったらドラクエとかもやるかな。ねえ、さすがにファミコン版とかはちょっとあれだけど、スーファミ版ぐらいだったらね、あれリメイクで出されたやつあったよね。あれ友達に借りるかな。いっぱい持ってるやつがいるんでね、借りてやってもいいかもしれませんね。ここ、ここに、ここ行ってないよね。ちょっと見てみましょうか、ぐるっと。で、何かあればいいんですが、何もなかったら、あ、でも出てくるの同じだな。あ、そうだそう。あの、西の、イルフの村だったっけ？そこで、西の方に、違うか、あれ違うか。でもなんか西の方にドワーフうんぬんって言わなかったっけ？違ったかな。あれ何もないな何もないんだけど、マジで今何もなかったよね。気のせいかな。ん？ここ何もないの？え？いけないんだけど。ということは、ここではないと。西側、東側には何かあったか。東見てないんだよね、そういえば俺。西から半時計回りでぐるっと見ただけなんで、ちょっと内海をぐるっともう一回見て回るかな。まあ、小銭稼ぎにはなるだろうし。こっち下は？こっち行ける？あ、なんかある。よかった。なんかあったよ。なんもないのかなと思ったら。話が続きましたね。ニトロの火薬はどうとか、今ゲットしたから、火薬でボカンと何かをやるんだろうな。この中の洞窟で。あ、普通にドワーフの村来れたんだ。これ先に来てもいいかもね。お金もらえるんだったら。あ、ここで情報もらえるじゃん。ここ来るべきだったんだ。全然知らなかったわ。水晶の目があれば、目が見えない人もいける。あ、ここでめっちゃ情報くれるじゃん。俺適当になんか予想で言ってるだけで。ちゃんと、ストーリーの、話教えてくれるんだね。もっと探し回んないとダメだったか。浮遊石を探している。空、あ、湾から空飛べるんだ。へえ。ラリホー、ラリホー、何言うとんねお前ら。村の裏でじいさんが岩を砕いている。なんで？
同じことしか言わないね。はいはい。あれ、これも同じ。鍛冶屋のスミス。鍛冶屋いるんだ。この人、アダマンタイトがあれば幻の剣を作れるかもしれない。アダマンタイトゲットしたらここに来るんだね。大地が腐ってきている。西の方からなんだ。で、東はまだ安全なんだね。でかいね。意外に広いよこれ。え、意外に広いな。これ何もないの？あ、なんかある。お邪魔し、あ、お宝ある。ウィルムキラー。ウィルムってあれでしょ？竜でしょ？違ったっけ？ミスリルメイル。これやばいな。天使が育つね。大兜。あ、だからウィルムキラーって、ダメージアップなんじゃない？竜属性ついてんじゃない？ねえ。ウェアバスターいらなくなったよ。ちょっと待って、もうちょっと使わせてよ。最強にしたら？あー。ミスリル。あ、ミスリル同じなんだ。これ何が違う？あ、回避率違うんだ。え、そうなんだ。あー、でもこんだけ装備もらえるってことは、戦士2でいいんだな、これな。絶対そうだよね。あ、でも防御力下がるんだ。いらないかな。違いなんかあんのかな。隠しの効果とかあるんでしょうか。鉄の鎧の方が、あ、そういやさ、まだ、ジョブあったよね。文句と、なんだっけ、赤魔道士か。あれも装備できたのかな。でも文句って裸だよね、確か。二刀炉の火薬。運河は開通できる。何すんの、爆破すんの。勝手に持ってて、あいつ。避難しろ。勝手に爆破する流れになりましたが、すごいな。大丈夫これ。洞窟崩れるんじゃないの今の。え、そこまで行ったの？今のそこまで掘ってたんだ。あ、これで外界に出れるってことなんだ。あー、そういうことか。っていうことは一気に世界が広がると。あんまり急に世界広がるとさ、どこ行けばいいのか迷うよね。行く道。でも今情報何もないよね。こっから、楽しみじゃ。何かあんのかな？あ、これいけないんだ。そうだな。じゃあ、とりあえず、見て回りましょうか、外。何もないよね。あ、セリフ変わるんだ。ミリクじいさんすげえって言ってる。あ、ここにちゃんと答え書いてあったんだね。城にあるって。ちゃんと情報あるんだね。もっとちゃんと聞いて回らないとダメだな。え、どうすればいいんだろうな。ないな。さて、困りましたが、とりあえず外に出ろってことなんで、この下のあたりから外に出て、パッと見た感じ。そうだな、どこ行けばいいんだろう。同じ大陸をぐるっと行った方がいいのかな。まあ、見てみましょうか。困るよな。今のところから出て、南下した方がいいのかな。大陸沿いにぐるーっと時計回りで行ってみましょうか。で、何か泊まれるところがあれば、
まあいいでしょうと。片っ端から お邪魔して、何かストーリーが進むところがあればやっていきましょうか。まあ楽勝にはなってきてるけど数多いんだよな、ほんと。あ、ここね。で、ここは出ても同じ。まあ出てもそんなには変わらないんだね、急には。ん？あ、ここにあるじゃん。早速あるね。なんだ。そんなに変わらないな。ということはここで合ってんのかな。悩む必要もなかったね。メルモンドの町。ああ、これ腐ってるってそういうことか。だからもう外界はもう大変なことになってんだね。ウリンクの墓あんのかな。え、ゼルダの墓あるんじゃないのこれ。ないの。さすがにない。ないか。ないっぽいな。土のクリスタル。ああ、ここ土なんだ。じゃあこれ土のクリスタルを、光を解放しにどっか行くんだね。どこにあるんだろう。うわぁ、錆びれてんな。どこにあるのか気になりますが、まあちょっと止まる前に全部聞いてみましょうか。ヴァンパイア、ヴァンパイアいるんだ。じゃあここで倒すのはヴァンパイアね。他は？他に情報あります？農家やっております。南の端に誰かいるんだ。ドワーフの村からやってきた。はい。北には昔非常に栄えた文明があった。船を浮かべていた。北にあるのかな。そういう話の流れでしょうか。あとは？他は特にないのかな。何かありますか。洞窟に住んでる巨人、石を食べる。宝石が好き。これは何か意味があるんでしょうか。学者のウネ、知らんというのか。知りませんよ。この町の南、あーそこにあるんだ。とりあえず南に洞窟があるんだね。そこでクリスタルを元に戻せと。そういう、あーやっぱそうなんだ。そこにヴァンパイア住んでるんだ。はいはいはい、わかりました。わかりやすいですね。じゃあ、とりあえず、今回はこれぐらいにしましょうか。で、あ、そうだ、店の内容を見て、で、あとは、そうだな。お金を貯めて、全部、装備を整えてから、これで、だって8000いるでしょ？もうここで8000いるよ。で、多分、魔法も4000とかいるんでしょ、これ。物価がおかしいんだよな、このゲーム。着上。ロングソードの方が高いんだ。え？嘘でしょ？ 20。あー、じゃあこれはこのまんまでいいな。買わなくていいね。武器は買わなくていいね。ということは、8000と魔法だね。あー、これ絶対いる。あー、これも絶対いる。あー、いる、これ。あー、これもいる。入りすぎでは。これどうしよう。これは、回復はいるでしょ？で、あ、でもな、レイズってさ、正直、アイテムで済ませるよね。どれほど、の価値があるのか。HP が全開するんだったらいいんだけど、これ、ちょっと難しいところだな。ダーディア、これ欲しいよね。で、味方全体も
ヒールも欲しいよね。これとこれかな。で、8000。12000。黒は何だろうな。あ、ファイガ。これ絶対いいな。これ絶対欲しいわ。特殊、あ、これはいらないかな。テレポ。これスローと何か違いがあるんだろうか。とりあえず、これ欲しいな。これは、あ、ちょっと待てよ。これファイが先かな。いや、違うな。あ、でもファイが。これ後でいいか。ちょっとファイが取って、で、防具を2つ買って、で、違うな。どうしよう。こっちで回復取っとこうか。ケアルダ、違うな。味方全体の方がいいか。うん。とりあえずこれだけ買っといて、で、腕輪だっけ、なんだっけを買いまして、で、戦闘をちょっとして終わりましょうか。何がいるんだろうね。これ。これ2つ。え、所持持ってんの？オッケー、これでオッケー。これでですね、最低限の準備はできたんで、あと、魔法を2つ。違うわ、魔法4つか。4つだから、まあ結構いりますよ、というところで、ちょっと一回戦闘してみて、どんな敵、ああ、でも、ここは敵変わらないんだったら、まあ、そんなに、焦ることもないか。そうか。敵変わんないのか。じゃあ、次回は、テレポとかを買った状態で、南の洞窟を探検してみましょう。というわけで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。おお、かっけー！